あれ鬼時間アイテムガン無視しちゃったよ。マップが広すぎてアイテムの位置が分かんなかった。もったいなかった。いっか。まさか中に鬼時間があるとは。この辺にアイテムねえかなと思って襖開いたら鬼時間だよ。うわあ、次のボスってことは逆側が気になる。これ戻るとどうなるんだろう。あ、鬼時間ではなかった。コマさんだ。こいつはドケチング。こいつがドケチングか。川端さん回復しときたいな。よし、強風の打ちは。ドケチングが強風の打ちを落とすんだな。いつの間にか持ってたからな。ん？なんだこれ、見たこと。いや、ガキか。ガキと電人グレルリン。回復あるかと思ったんだけどないな。カマスさんは愛人にダメだよ。お、いたっけ。友達になっておこう。ガキ。ニックネームつけるよ。ガッキン、ガー君、鬼レッド、激辛。激辛いいな。だって唐辛子っぽいもんな、色的に。色、唐辛子は赤くねえよっていう。ハバネロか。お、アイテム。風の指輪。で終了と。結局さっきの奥だな。よし、ちょっと挑戦してみっかな。どうなる。鬼時間じゃなかった。おのぼりクロットン。あー、後ろにダンサーズたちが。ってことはこれまでのボスの強化版がひたすら出続けるっていうのが予想できるな。ゲージない状態からスタートだけど、こいつマジガードしてないところをひたすら狙うんだよな。ババーン。でダメージを与えると弱点になるから、そこを狙うと。で、隙だらけになったところに、カツオ節切り。で、2カ所、3カ所で。おのぼりファイヤー。あ、ささだ、ささだ。早いって。どれぐらい食らう？耐える、耐えれるね。
普通にタイミング見て、あ、勝てるかな。うん、特に問題なさそうだな。買おう。スルスル石鹸見て、はい、で弱点ね、全体攻撃ちょいで、うん、でさらに弱点、ここでちょっと藤子ちゃんのダメージ&回復技でシュフシュドレイン、耐えれるだろ、ギリギリもいいところ、耐えたけど、まあそんな言うほど厳しい戦いではない。うちは大損で、これやると、ああそういうことか、これしない、狙わない方がいいのかもしれないな。まあ次ぐらいで勝てるか。早送りしちゃって全体攻撃痛い、これはちょっと天狗を回復させるんだ、間に合った、弱点狙い倒しきれるだろ、これで。倒した、よし、まあ楽だったな。勝利、必殺技レベル2になった。黄色コイン3万円、金を使わないとダメか、マックスっぽいもんな。必殺レベル2になった。22×10、 あれ変わってねえぞ。威力上がらないのとかもあるのか。確か川端さんはちゃんと強化されてたよな。ほら138になってるし。必殺技レベル上げても上がらないのとかあるのか。進んでみよう。戻れるとこない。そろそろ中間地点欲しいんだけど。お。戦闘艦発見。こいつが稲荷を落とすらしい。回復量多いな、一気に倒す。そんな効かねえ、集中攻撃だ。お、アイテムがいっぱい。
無限ループって怖くねえ状態。よし倒した。倒しきれてない。やっと倒せた。でも回復系だからこっちにもダメージほとんど食らわないっていう。よし、オッケー。おっと、すっかな、油あげー。お、来た、金の油あげ、攻めの秘伝書一発、ラッキー。そしておかんは回復薬師としても優秀らしいから、ぜひとも友達にもなっておきたいんだけど。中間地点っていうかセーブポイント、回復ポイントないのかな。自力で走って帰らなきゃダメなのか。適当に行ってみよう。また鬼時間だ。ゴールは右下。神経験値玉、すげえ経験値いっぱいもらえそう。じゃあこのままクリアしちゃおう。だいぶ遠いだろう今。ダンシングスター、ほら全然来てねえ。来た来た。裏にアイテムありそう。お、モモコイン。敵がいないな。あー、次のボス無限か。これパーティーメンバー変更もできないし、一旦戻るか。この回だけ回ったら戻ろう。ネクラマ天狗。不思議なマップだな。行き止まり、アイテムあればいいよ。かわいい漢方。これであとは一番上か。あ、おかん何が好きなんだろう。おにぎりパン料理かな。エビチリ、こっちじゃねえ。まだ。サボる。そうやってサボられると倒しきれないだろ。無限ループって怖くねえ状態じゃねえか。よし、やっと終わった。とりあえず料理、エビチリ、
すぐらいか。あ、ご飯の支度しなきゃ。妖術、カニ玉、サンドイッチ。ならない。おかんがいる。ポールネビア。よし、とりあえずこの回終わりだな。おかん何好きなんだろう。パンかおにぎりか、お菓子、ジュース、野菜、ラーメン。パンかな。フランスパン。普通だ。ファイヤーオフリー。お、いってる。これでハートが出れば経験値か。激流一瞬。超ラッキー。経験値にめっちゃ儲かる。ならなかったか。まだ鉱物すら見つけられてないもんな。2階はおかん出ないのかな。コマさん、からの、お前3匹倒していこう。せっかくだから。同血人、あ、3匹目いる。お前の色違いにボコボコにされたんだ。恨み晴らさでおくべきか。お払いして経験値が。無地のお守り。よし、1階まで戻ってきた。実質遠回りしなきゃいけないからまだなんだよね。ロケチングも行ったし、お金使ってこないとちょっともったいなさすぎる。100万いくのかどうかっていうのも別の意味で気になるとこだな。使う前にちょうど100万超えるようにアイテム打ってみるか。力を見せてもらおう。ウィッス。お、2000、結構おいしい。経験値だけか。いい加減大当たりを見せてくれ。必要な当たり。お、特上霜降り。霜降りっつっちゃって。霜降りってなんだよ。妖怪入れ替え。リューク。リューク雪姫で行こう。さっきは炎のボスと戦うこと前提だったから入れるわけにいかなかったけど。 S ばっかりになってるな。結局最終的に金は回復アイテムと最高級鉱物と
本屋にしか行くことがなくなるっていうね。で、本屋に行く前に100万超えるかを確かめたかったわけだから、先にコンビニ行けばよかったな。カンストするのか、あった危ない。売る。お金は100万を超えるのか。今6万使うとちょっと引くな。ちょっとお金使ってからだな。2万円、1万2000円ほど使ってから。まずは本屋さんでお金をぴったりにしに行こう。めんどくせ。購入購入。攻めの秘伝書、術必殺。4万円に。あ、これ1個2万円か。もう桁が違うじゃねえかよ。2000円と勘違いしちゃった。1個でよかった、1個で。もういいか。カンストするとかどうでもいいや。攻めの秘伝書、とりあえず1から考えると一気に金が減る。2キャラ分ぐらいをフルにできるように、一気に金が減った。妖怪メダル。もう武士にゃんは最後まで多分いるから、武士にゃんは鍛えても OK。 持ち物、道具、攻めの秘伝書、武士にゃんの必殺のレベルが上がんなかったんだよな。44×3、 なかなか。 22×10、 でここまでして、とテレポート、あとは無限地獄とキュービだな。キュービのイベント先に済ましたいから一旦家に帰るか。でここでセーブで、セーブ後に持ち物だよ。必殺のレベルが上がんなかったんだよな。 22×10、 武士にゃマックスにして、あーやっぱ 22×10 で何も変わんねえ。あれか、ゲージの溜まりが良くなるとかぐらいはあるのかな。しかしさすがにこれを9個使ったら18万円だからな。18万円使ってよくわからないものにはちょっと今はできないな。こりゃリセットだな。まさか妖怪入れ替え。どっち使うか微妙だったけど、これは確かめた方が良さそうだ。もうリセット確定だから、攻めの秘伝書、
術の秘伝書はちょうど2キャラマックスにできるようにしてる。で、必殺の秘伝書、妖怪メダル、どうい30の2120、同じだな、これは。ああ、技が雪姫は強化されるけど黒雪姫は強化されない。必殺技見るなら雪姫の方がいいのか。パラメータ的には揚力高いし、攻撃重視でいくなら普通の雪姫。もう41だ、どうせ今回はリセットするから経験値玉でレベルも合わせてみよう。8000アップ、よし、レベルも同じ。揚力はだいぶ、やっぱ揚力と素早さかな。その代わりちょっとヒットポイントと守りがほんとちょっとだな。どっちでもいいな、2人とも入れるとさすがに場所がね、ちょうどいい。もうここまで確かめたんだったら藤子ちゃんも確認しとこう。入れ替え、藤子ちゃんと若作りでレベル40だけど40までいくかな。2万、藤子ちゃん若作り30、ボンボン上がるよ。40いくか、怪しいな。ギリギリいかなかったけど、まだ中継現地玉があるから。で、この状態で必殺強化されるタイプかされないタイプか。どうだ、力と守りが超高い、揚力と素早さが、で妖術タイプだな。あ、両方とも必殺技は強化されるか。これもあれだよな、仲間に取り付いて一ポイント回復の方が使いやすいな。で、死神の術の術タイプ、さすがにこれは藤子ちゃんの方が強いな。 OK、 よし、今セーブしちゃうとアイテムがいろいろ高いから、これはリセットだな。